どうも皆さん、ゆっかりです。今回の動画は、コラボ動画の後にした、ゆかりーずプラスアルファの6人級です。プラスアルファは、エンカリさんが、他の約束のせいで行っちまったので、コラボの時一緒にいた、ある人物のことです。うむ、敵に、どこかで見覚えがある人たちがいますが。あ、本当だ。でも、敵ですね。これは。敵に会ったのなら、しょうがないですね。殺しましょう。それより、何ですか皆さん。全部ソルジャーなんて、仕方ありませんね。アセリスさん、私たちがソルジャーたちをサポートしましょう。私もマーシーでサポートしますので。それで完成された、4ソルジャー、2サポーター組み合わせです。敵を確認しました。右の2階です。よし、左の建物に行きますので、そっちはよろしくです。うわぁ、バッキオンだ。ググ、ここでやられるわけにはいけませんよ。えい？よし、ウサギ1匹カットしました。どんどん行きましょう。先に失礼しますよ。ここに敵が待ち伏せする可能性が非常に高いですので、注意が必要ですね。一箇所がカラジャンクレットですが、こんな狭い場所ではダメです。回って、後ろを取りましょう。こっそりと入りました。やはりソルジャーはいい英雄です。トールビオンの息子をぶっ殺してから拠点をもらいましょう。バスティオン、また殺しでロードホックもいたんですか。すぐバスティオン、またあの人ですか。今度こそボンコツになってもらいますよ。うわぁ、刺したさぁ。あっ。うわぁ、刺したさぁ。あっ。このタイミングに、やら探しませんよ。コマンドミール。うわぁ、ロードホックだ。私のアルティメイトがあるからやられませんよ。今夜は豚肉だ。逃したか。まあ、おかげで拠点はもらいました。後ろのジャンクレットが目障りですね。順調ですね。このまま一気に行きましょう。すぐ、少し痛いですね。後ろのネズミから片付けましょう。前は皆さんに頼みますよ。あ、隠れてしまった。ネズミを追うのは危険です。前の敵にダメージを与えてからネズミ狩りを続けましょう。バスティオン、でも私にはパランから学んだゴリ押し戦法があります。どうやら私の役目はネズミ狩りではなくこっちの方でしたね。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。ゴリ押しバージョンソルジャー。どうやら着々と進んだ模様ですね。バスティオンのアルティメイトも何も被害なしで終わったらしいし、ロードホックもついでにカット。それでは前の敵を片付けますかね。トールビオンですか。遠征しながら撃つと砲塔なんか怖くありませんよ。あ、またジャンクレットの一応後ろに行ってタイヤを壊しましょう。タイヤは消えたし仕事に戻りましょう。おっと、また砲塔へ。あなたから天国に送ってあげますね。地獄に落ちろ。移動式ヒーリングエリア起動。うわぁ、
やったなー、このネズミ野郎。もう少しです。このまま押し切るんですよ。さあ。ニカリさんの言う通り、一気に押し切るんです。あら、敵さんもソルジャーが出た模様ですね。あ、ユキカリさん、バトンタッチ。はい。あ、ロードホックとジャンクレットか。おのおこれで終わりにしましょう。チェ、やはり硬いですね、あの豚が。おお、オスだ。ビビズ、どっちを見ているんですか、サスタさん。もう終わりましたよ。これで、ウサギたちのオーバーウォッチパーティーは終わりました。それでは、皆さん、今回はここまでです。また会いましょう。バロンバロン。この車を使おう。ロケットランチャー。